福島県郡山市にあります全陽堂山本整骨院の山本と申します。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は、ダイエットをしている方についてで、ですね、よくこう陥りがちやすい、ところではあるんですけども、体重をですね気にしすぎてしまうあまりに、その体脂肪ですとか、あとは筋力、あとは体型の方がですね、二の次になってしまうという方が結構いらっしゃいます。一番やはり大事になってくるのは、体重ではなくてですね、いかにこう健康的な体型かというところが大事だと思いますし、人によって目的は変わってくると思うんですけども、やはり見た目が綺麗だったりとかですね、映えが良いとかですね、そういったところをこう重視される方が多いのではないかなと思うんですけども、いつの間にか、体重を落とすことが目的になってきてしまって、筋力が落ちてしまうと、体型が崩れてしまう、ただ体重だけが減っているというような悪循環にですね陥ってしまう方が多いので、その辺はすごく注意していくところなのかなというふうに感じます。やはり筋力とかですね、体脂肪ですね、こういったものという数字を重要視していくの方がいいのではないかなというふうに感じます。本日も動画をご覧いただきましてありがとうございます。